ヤッホー、くるみです。リリーです。はい、この度私たちは、はい、くるみ&リリーズファッションライフというファッション連載を始めることになりました。私たちは YouTube でそれぞれ違う企画をやってたりしたんですけど、うん、まあ編集さんがおしゃれと言ってくださったので、私たちがファッションについて YouTube で発信していくこととなりました。まあなんだろう、自分たちが好きなものだったり、うん、気になっているブランドとかを紹介したり、うん、あとはコーデ組み合わせとかもいっぱい発信していけたらいいなと思います。はい、ファッションライフという名前なので、まあ普段のファッションからなんかいろんなこう外こういうところ行くときとか、なんかこういろんなファッションを皆さんに発信できたらなと思いまーす。このトップスでもあるんですけど、めくる、あとはマルテ、マルテっていうブランドが好きです。私は、ジュエティとマルディメクルディが好きです。コーガ、私の友達がやっているブランドなんです。すごい、本当にかっこよくて、本当にかっこよくて大好きです。、はい、かっこいい。で、私は最近結構韓国ブランドが気になってて、ペッパーペッパーっていうブランドがすごい気になってます。なんかブラックピンクのジェニーちゃんがよくなんか着用してるみたい で、そこから結構最近注目されてる韓国ブランドなんじゃないかなって思って、私もすごい気になってます。まだ日本に上陸してないから、そう買えないんですけど、でもすごいインスタとかも可愛いので、皆さんもぜひチェックしてください。ペッパーお店か展示会、直接見て絶対買います。ネットで見て、あ、これ可愛いって思ってもちょっと不安だから、直接見て買うかも。お店も結構回りますし、私も展示会と、あと韓国ブランドとかそういう海外ブランドとかは結構通販オンラインで買うことが多いんですけど、でもまあ不安、ちょっと不安だから、そんなにいっぱいは買わなくて、基本的に展示会とたまにこう都内とか行った時に見るぐらいですね。インスタ。あとなんだろう、映画とか。あー、最近あの Y2K ファッション、なんか2000年代のファッションみたいな流行ってるじゃないですか。それで結構ドラマとか、ちょっと昔のドラマとか見るとそういうの結構参考になるので、たまにそういうのからこういうなんか誰のファッションちょっとしてみようかなみたいな感じでやったりするのもすごい楽しいので好きです。はい、私基本的にカジュアルベースかもしれない。ベースはカジュアルにするんだけど、でもこうトップスとかなんかポイントで、まあ、甘いアイテムだったりクールなアイテムとかを入れて、まあ、デニムとかこう、まあ、シンプルなアイテムを合わせてこうちょっとカジュアルでダウンさせるのが多いかなって思います。一言だとかっこいい、女性らしい、すごいシルエットの綺麗な服とか好きだし、でもそこにスニーカー合わせたり、なんだろう、いろいろ混ぜるものが好きかもしれない。混ぜるの私も好き、ね、楽しいよね、楽しい。その日の気分で着たいものを着る、色を入れるとか、なんかドーンって感じに しない。あー、素材感大事かも。1個目立つポイントとかを絶対入れたりするかもしれない。個性的なアイテムを1つ取り入れたりして、周りと差をつける。
はい、それでは私くるみがリリーちゃんの私服を調査していきたいと思います。じゃあどうしようかな、どっから行こうか。トップス、トップス、トップスはこれムクジンっていうブランドのトップスなんですけど、もうすごいボリュームのあるブラウスで、この花柄がめちゃめちゃ可愛いんですよ。でこのボタンもねキラキラしてて、かわいい。このそうこれもそうめちゃめちゃ可愛いんですよ。素材も軽い感じだから春と夏もいっぱい着ようかなって思ってます。めっちゃ似合う、はい、でなんかあんまり甘くなりすぎたくなかったので、うん、ダメージ結構ダメージ入ってるデニム、これはユネマンションのデニムです。ハイウエストですごい足長効果があるデニムです。で靴がこれはザラで買いました。なんか何の服にも合いそうだなと思って、うんうん、黒のローファー持ってなかったので最近買いました。ローファーいいよね。そう、なんだろう、アクセサリー、アクセサリー、これネックレスはジュエティのネックレスです。かわいい。そう、シルバーとゴールドでなんかいろんな付け方できて、ここで調整もできるし、ここでもできるし、いろんな長さで楽しめるネックレスで、カジュアルダウンというかクールにできちゃうので、うんうん、お気に入りです。かわいいです。今日の私服でした。じゃあ次くるみちゃんに、はい、行きます。はい、リリーです。今からくるみちゃんの私服をチェックしたいと思います。はい。トップスはどちらですか。このなんだろう、ベスト、ベストはラグアジェムで、私これ色違い持ってます。え、マジかね。可愛いよね。これはめちゃめちゃ可愛いです。可愛いです。で、この中に着てるインナーがめくる。うん、これそう透け感あるし、指が通ってめっちゃ可愛いの。可愛い。デニムがザラ。うん、へえ、可愛い。なんかこれはなんかもうめちゃくちゃ履いてます。へえ。何にでも合う。靴がエブリス。え、そう、めっちゃ可愛いよね、ソール。くるみちゃん愛用の、使いまくっているエブリスの靴。可愛い。で、アクセサリーがノウハウ、ノウハウジュエリー。うん、ハートが。え、そう、これ磁石で。え、すごい、かわいい。めっちゃ可愛い。ゴールドですね。です。こんな感じです。はい、じゃあ最近の購入品を紹介していきます。じゃあリリーちゃんから。あ、私から、うん、まずこのトップスです。え、めっちゃ可愛い。そう、これはタイプサービスっていう韓国のブランドのトップスです。え、可愛い。そう、これこういう風に見ると絵になって、え、写真、湖、あ、じゃあ逆か。名前があれでした、なんかフォレストプリント T シャツみたいな感じで、でこれちょっとなんか透け感まではないけど、でも軽めな素材感だからギリ夏もいける、うんうん、でも今もうたくさん着たいトップスです。じゃん、これ1枚でも結構目立つからすごい好きです。え、じゃあ私も一点とこういう感じの似てる、なんか自然、ね、ちょっと自然気になってます。で、これは GVGV のトップスで、うん、花柄、うん、この首も詰まってて、うん、私こういう首詰まってる、うんうんうん、めっちゃ好きで、タートル系、うん、かわいい。で、めっちゃ鮮やかな色で、うん、一目惚れですね。なんかいっぱいお花がある。そう、柄物が好きで、うんうんうん、すぐ欲しくなっちゃう。すぐ欲しくなっちゃう。袖、うん、袖が長めなので可愛いです。なんかちょっとこういうアイテムめちゃくちゃ最近買ってるかもしれない。可愛い。次は私はこのデニムのセットアップ、うん、パンツと
トップス。じゃーん。かわいいです。後ろめっちゃかわいい。そう、後ろこれリボンになってるんですよ。こんな感じで。こっちも H&M なんですけど、なんか H&M の新しいデニムのコレクションみたいで、このなんかデニムのプリントとかが環境に良い、水とか大量にデニム作るときに使われちゃうんですけど、その水を節水して作られたデニムで、プリントもこうインクとかも結構自然にいいものを使ってるみたいで、これ形がフレア、下はフレアなんですけど、こうローライズ牛で履くやつになってるから、ちょっと Y2K ファッション的な感じで、これセットできたら夏かわいいなと思って、いっぱい着たいです。最近多いもんね、なんかそういう環境に気を使ってくださるブランド、ちょっとくださるブランド、 H&M とかプチプラなのにすごい環境の運動とかをしてるから、私結構いっぱい着てますはい、くるみちゃん、どうしよう、二つ目、これです、髪かわいい、これも一目もめっちゃかわいいんですよ、これは、ジョン・ローレンス・サリバン、サリバンのです。へえ、かっこいい、片方がね、そう、もうこれ多分どっちでも着れる、あ、そうなんだ、もうこれも一目惚れで、かわいい、何でも合うじゃんみたいな、はい、次は私はこちらのバッグです。これナットジャックなんですけど、なんかちょっとフリンジ、フリンジみたいな、普通にトップスかと思ってこれは韓国のセルペっていうブランドのやつなんですけど、こう買うときに3つぐらいサイズがあって、もう1個ちっちゃいのと、もう1個大きいのがあって、これ普通の真ん中のサイズなんですけど、本当に大容量で可愛いんです。とにかく可愛い私結構これはジムとか行くときに洋服入れたりとか、ちょっと荷物多めな日で、でもノートバッグとかじゃなくて、なんか可愛いの使いたいなって時に可愛い、そうこれ使ってます。そんなリリーちゃんが可愛い。はい、ではくるみちゃんの3つ目。わー、かわいい。かわいい。これは、マコマリアの展示会でつけました。かわいい。シャツ？シャツ？シャツ？多分これメンズだから、本当に大きくて。でもかわいい。めっちゃ大きいですけど、もうこの柄が好きで、多分これも一目惚れして買ってる。ここ袖折って着てもいいし、長いから。これ開けて、ジャケットみたいにして、中にこのかっこいいキャビア。かっこいい。強いよね。そう、最強ですよ、多分今日柄と合わせたら本当に可愛い、なんかこれ、デニムとかでも可愛いし、可愛い、ショート丈のものでこのままロングブーツ合わせても可愛いと思うし、ぴったりしたワンピースとか着たら絶対可愛いという感じで、すごいおしゃれ、一目惚ればっかですねはい、どうでしたか、私服と購入品を紹介しましたが、なんか購入品紹介っていうのがめっちゃ憧れだったの、分かる、そんな YouTuber やってる方が、その今月の購入品紹介とかするのが、自分が見るのも好きで、あ、自分もやってみたいって思ったから、すごいできて嬉しかった、ね、私も嬉しかった、お互い似てるようで似てないから、ね、知らないこと、私韓国系とか全然詳しくないから、リリーちゃんから勉強してシェアします、シェアします、シェアします、シェアしますで、他にも今後はルックブックとか、やりたい、展示会とかファッションにまつわるいろんなことを私たちもやりたいし、みんなに発信していきたいなと思ってるので、あ、いつかは
誰かをゲストに招いてお話を聞いたり、うん、一緒にコラボしてね、そうそう、話していけたらもいいなと思います。これからもぜひチェックしてください。チェックしてください。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。やってほしい企画とかあれば、うん、見たいものとか、うん、ぜひコメントもお願いします。待ってます。それではありがとうございました。ありがとうございました。